義手に一泡吹かせたーい。イエーイ。週刊誌突撃ドッキリ。すいません。はい。本番前の義手さんですよね。はい、そうです。すいません。から来られたんですか。はい、そうですね。なんでやっぱバレてるんですね。自分最近女性関連の問題が。何のやつですか。あ、西麻布のカラオケで女性数名で行かれたりとか。それですか。女性の前で歌うお箱とかって決まってたりするんですかね。いや、そんなないっすよ。え、なんだと思う。清水翔太さんの花束の代わりにメロディーを。ドライフラワーとか花束の代わりにメロディーをとかですかね。お持ち帰りとかされるんですか。いや、でもそれはもう人によりますよ。でも本当に最近女性関連の一回事務所通したいっていうのもあって。なんでそんな逃げるんですか。騒ぎになっちゃいますよ。家帰るのかな。ね、そのまま事務所とかね、行けばよかったら ね。沖縄の告白は嘘だったんですか。いや、本当っすよ。ミエさんとルナさんはこの件は知ってるんですか。ミエやばいね。いや、知らないんじゃないですかね。いや、この件でどの件かわかんないですけど、やめてもらっていいですかね。普通に繋がった。ミエさんがマイクも切ってるって。あ、本当にマイク切ってます。今本当に切ってます。これ本当にいいです。なので実際のところはどうなんですかね。あ、今部屋にいますよ。言って大丈夫なの。どういうこと。それはどなたですか。いや、もう写真撮ったならわかるじゃないですか。顔写真交差してるの。いたらもう使えないじゃん、彼女が。いたらガチで映ったらガチで買ってしまう。また途切れた。どこ、これ分かる。家じゃね。家入るんですか。それ無理っすよ、本当に。いるじゃないですか。僕たちの目で見せてもらったら今回は絶対でお願いします。わかりました。はい、本当にすぐ帰ります。あ、もちろん。ただいま。来た。よいしょ。これでいいですか。大丈夫ですか。本当に付き合ってるんですね。そうですね、まあ、交際してます。大丈夫です。誰と。ありがとうございます。え、誰と。大丈夫。これカメラっすよね。撮ってますよね。撮ってますよね。消せん。ねえ、本当に消して。てってりー。あ、どうもこんにちは。あ、どうもこんにちは。僕の彼女のやめて背中ボディタッチ。